25番女の人と男の人がテニス大会の場所について話しています場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか来月のテニス大会をどこでするか場所を考えたんだけど どっかいいとこ見つかった去年と同じところ覚えてるでしょあそこ会社から近くて便利なのコートも4つ使えるからいいんだけど使用料が1時間1,500円でちょっと高いのよね夜間は照明代が追加になるし仕事終わってからだから照明はいるよね2時間借りるとしてコートだけでも1万円を超えるねこれに照明代がかかるとなると。 厳しいでしょう。それで他を探して去年のとこよりちょっと離れているんだけど2つ見つけたのこれどれまずこっちだけどコート代は同じで照明代がかからないのってことは去年のとこより安くなるんだどこにあるの会社から歩いて20分ぐらい準備運動だと思って歩けばなんてことないと思うんだけど 仕事の後で20分歩くのきついんじゃないでもタクシーに乗るにも中途半端な距離だなもう一つの方は一駅電車に乗らなきゃならないんだけど駅から1分料金は照明台入れても前の2つより安いわよただここはコート3つしか借りられないの電車に乗るのは問題ないけど3つじゃねえ4つないと。 やっぱりこっちだ頑張って歩くんだな分かったじゃあ早速予約するね場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか 25番女の人と男の人がテニス大会の場所について話しています場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか来月のテニス大会をどこでするか場所を考えたんだけど どっかいいとこ見つかった去年と同じところ覚えてるでしょあそこ会社から近くて便利なのコートも4つ使えるからいいんだけど使用料が1時間1,500円でちょっと高いのよね夜間は照明代が追加になるし仕事終わってからだから照明はいるよね2時間借りるとしてコートだけでも1万円を超えるねこれに照明代がかかるとなると。 厳しいでしょう。それで他を探して去年のとこよりちょっと離れているんだけど2つ見つけたのこれどれまずこっちだけどコート代は同じで照明代がかからないのってことは去年のとこより安くなるんだどこにあるの会社から歩いて20分ぐらい準備運動だと思って歩けばなんてことないと思うんだけど 仕事の後で20分歩くのきついんじゃないでもタクシーに乗るにも中途半端な距離だなもう一つの方は一駅電車に乗らなきゃならないんだけど駅から1分料金は照明台入れても前の2つより安いわよただここはコート3つしか借りられないの電車に乗るのは問題ないけど3つじゃねえ4つないと。 やっぱりこっちだ。頑張って歩くんだな。わかった。じゃあ、早速予約するね。場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか二十五番女の人と男の人が テニス大会の場所について話しています場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか来月のテニス大会をどこでするか場所を考えたんだけどどっかいいとこ見つかった去年と同じところ 覚えてるでしょあそこ会社から近くて便利なのコートも4つ使えるからいいんだけど使用料が1時間1,500円でちょっと高いのよね夜間は照明代が追加になるし仕事終わってからだから照明はいるよね2時間借りるとしてコートだけでも1万円を超えるねこれに照明代がかかるとなると厳しいでしょ それで他を探して去年のとこよりちょっと離れているんだけど2つ見つけたのこれどれまずこっちだけどコート台は同じで照明台がかからないのってことは去年のとこより安くなるんだどこにあるの会社から歩いて20分ぐらい準備運動だと思って歩けばなんてことないと思うんだけど仕事の後で20分歩くのきついんじゃない でもタクシーに乗るにも中途半端な距離だなもう一つの方は1駅電車に乗らなきゃならないんだけど駅から1分料金は照明台入れても前の2つより安いわよただここはコート3つしか借りられないの電車に乗るのは問題ないけど3つじゃねえ4つないとやっぱりこっちだ頑張って歩くんだなわかったじゃあ 早速予約するね場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか25番女の人と男の人がテニス大会の場所について話しています。 場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか来月のテニス大会をどこでするか、場所を考えたんだけど。どっかいいとこ見つかった去年と同じところ、覚えてるでしょう。あそこ、会社から近くて便利なの。 コートも4つ使えるからいいんだけど使用料が1時間1,500円でちょっと高いのよね夜間は照明代が追加になるし仕事終わってからだから照明はいるよね2時間借りるとしてコートだけでも1万円を超えるねこれに照明代がかかるとなると厳しいでしょうそれで他を探して去年のとこよりちょっと離れているんだけど2つ見つけたの。 これどれまずこっちだけどコート代は同じで照明代がかからないのってことは去年のとこより安くなるんだどこにあるの会社から歩いて20分ぐらい準備運動だと思って歩けばなんてことないと思うんだけど仕事の後で20分歩くのきついんじゃないでもタクシーに乗るにも中途半端な距離だなもう一つの方は 1> 1駅電車に乗らなきゃならないんだけど駅から1分料金は照明台入れても前の2つより安いわよただここはコート3つしか借りられないの電車に乗るのは問題ないけど3つじゃねえ4つないとやっぱりこっちだ頑張って歩くんだなわかったじゃあ早速予約するね 場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか。二十五番。女の人と男の人がテニス大会の場所について話しています。場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか。 来月のテニス大会をどこでするか場所を考えたんだけどどっかいいとこ見つかった去年と同じところ覚えてるでしょあそこ会社から近くて便利なのコートも4つ使えるからいいんだけど使用料が1時間1500円でちょっと高いのよね夜間は照明代が追加になるし仕事終わってからだから照明はいるよね2時間借りるとして コートだけでも1万円を超えるねこれに証明代がかかるとなると厳しいでしょう。それで他を探して去年のとこよりちょっと離れているんだけど2つ見つけたのこれどれまずこっちだけどコート代は同じで証明代がかからないのってことは去年のとこより安くなるんだどこにあるの会社から歩いて20分ぐらい 準備運動だと思って歩けばなんてことないと思うんだけど仕事の後で20分歩くのきついんじゃないでもタクシーに乗るにも中途半端な距離だなもう一つの方は一駅電車に乗らなきゃならないんだけど駅から1分料金は照明台入れても前の2つより安いわよただここはコート3つしか借りられないの。電車に乗るのは問題ないけど、 3つじゃねえ4つないとやっぱりこっちだ頑張って歩くんだなわかったじゃあ早速予約するね場所を選ぶ際のポイントになったのは何ですか